のバッジは、上で辞書の定義を挙げたようなものであるが、それ以外にも、企業のキャンペーンの景品、イベントの記念品、おもちゃ等々として作られているバッジもある。本記事では、まず本来の所属や階級を示すバッジから解説し、次に、エンブレム、最後に、所属や階級や品質を示さない、景品やおもちゃの類のバッジを解説する。なお、バッジと、 表記するのは誤りである。ロサンゼルス市警察の刑事のバッジ。FBI のバッジと、銃アメリカ海兵隊、戦闘機乗員バッジアメリカ海軍の軍人が、様々なバッジを胸につけた、状態 FBI バッジを腰ベルトに、クリップで止める例もともと欧米発祥のものであり、日本語に訳す場合は、組織やつける位置などによって、呼び方を変えているが、 漢字で表現する場合は、外資手章と、章という漢字の前に、他の文字を付けた表記がされる。例えば、章、章、社員章、議員章、弁護士章、教章、検章などである。日常的な会話では、議員バッジ、弁護士バッジなどとカタカナで、バッジとも言う。軍隊では、軍隊内部での、所属部隊、階級、 任務などがとても重要なので、階級賞、部隊賞、陛下賞などと細かく呼び分けられている。辞書などで身につけると説明されているのには理由があり、つけられる位置は様々である。主に制服の胸、襟、肩、帽子などにつけられる。それぞれ教賞、襟賞、検賞、帽子賞などと分類されることもある。アメリカの警察や FBI などでは、 腰ベルトにクリップで挟み止めたり、あるいは私服警官などではズボンのポケットなどに入れて持ち歩き、必要な時だけ手で取り出して示す、などということも行われる。スーツで行う触手のバッジの場合は、スーツの襟の穴に取り付けることが一般的。それを考慮してバッジはかなり小さく作られており、スーツのメーカー、 テイラーの方も襟に穴などを作って、穴周囲を糸で補強しておくことが一般的。大きく分けると金属製のものと布製のものなどがある。金属の場合は、土台の素材は、単銅、真鍮、銀、金、プラチナなどが使用され、色付けは尻尾焼きやラッカートフ、エナメル流し込みなどで、メッキが施されたものが主流となっている。なお衣服に留めるために裏側に、 ピン類がついて構造になっているものは、ピンバッジやピン図という。布の場合は、細い帯状で襟章として用いるもの、曲線的な外形で刺繍で、図や文字が施され、検証として使われるものなどがある。襟章はやはり布製のものと金属製のものがあり、布製のものは襟に直接縫い付けるが、金属製のものは制服に取り付けるためのピンが裏に、 ついている構造になっていることが一般的なので特にピンと呼ぶこともあり日本語ではこれをピンバッジと呼ぶこともあるアメリカの警察や FBI のものでは金属製のものの周囲に比較を囲むように配置するものも多い曲線的なものも四角く仕上げているものもあるアメリカの金属製の警察バッジに相当するものを日本では 警察官の身分証という形で二つ折りの比較の中に埋め込んでいて必要な時にポケットから取り出してみせるというものもある。防災センター要員と同時に取得バッジは共用。参加してくれたことへの感謝の気持ちや記念の品などとして渡すバッジ。政治、社会的な意味を持つバッジの例。文字や音声で表現されることもあれば 身体的な動作として表現されることもある。所属や職位を示すバッジをつけることは、その組織に所属することや、着任することや、昇進することなどを示す。バッジを外すことは、その組織や職位を離れることを意味する。アメリカ映画などでも警察官が辞職を覚悟した際に、拳銃とバッジを上司に差し出したり、逆に禁止にや定職を言い渡す前に上司が、 バッジと銃を出せと部下に要求する場面もある。アメリカ合衆国の警察や警備会社などでは退職した職員のバッジを職務を全うしたことを称えて記念として保存しているところがある。ペンシルベニア州のリングゴールドハイスクールセキュリティでは在職中ぶっこ者のバッジは個人を忘れることのないようグロいバンドで止められる。このように バッジは在任中の人の職位や功績を示すだけでなく組織を離れた人の経歴や功績を示し記念するために用いられることもあるアメリカの退職した麻薬取り締り官のための記念バッジと記念の身分証どちらにもはっきりとリタイアードと文字が入っているアメリカでは組織によっては定年退職者にはバッジ番号部分に リタイアードと刻まれアクリルスタンドにはめ込まれたバッジが記念品として贈られる。乗り物のメーカーやその乗り物が達成した自席、功績などを表示するためにつけるものもバッジと呼ばれることがある。エンブレムと呼ぶこともある。アメリカの缶バッジの例。ファイヤーフォックスブラウザのキャンペーンのバッジ中が空洞になっている金属製のバッジは特に缶バッジという。 大量生産が可能で、1個あたりの原価がわずか数十円である。複製があまりにも容易であるので、軍隊や警察や会社などの所属を示すためには使えない。主な用途は欧米では、キャンペーン、宣伝活動の配布品、社会的な主張をするイベントやデモの参加者に着用してもらうためのものなどである。様々な缶バッジの例。 日本の若者の街などで売られている名前入りの缶バッジ2005年に日本の役所でクールビズつまり地球温暖化防止などのために軽装により省エネを推進した時に役所の人々がつけていたバッジ特に日本では缶バッジが非常に多用され大量生産されており多種多様に使われていて子供のおもちゃキャラクターグッズアイドル写真を吸ったもの イベント参加の記念品などが大量に作られている。他にも、欧米と同様に企業の反則活動のために、自社の製品やサービスをすり込んだものなども作られている。缶バッジは販売キャンペーンやイベントなどが終了すると、そのほとんどがゴミ同然に捨てられてしまう。だが缶バッジを収集する人もいる。一部のバッジは、最初から、コレクターズアイテムに仕立て上げられ、その場合は、 豪華な箱に数点から数十点の収められ、限定品と謳って高い価格が設定されている場合もある。一方で、リサイクルショップなどで、10個で100円などといった価格などで販売されていたり、メルカリなどで同様に、とても安価に取引されていて、そのような方法で収集して楽しんでいる人々もいる。ABC ハット、木の字は、常用漢字表外字であるため、 気象と表記されることもある。ありがとうございます。